ミセスキーでしょプロレス大好き大集合。もう今日はなんかあのね、その私あの研修やコンサルテーションやらせてもらってるじゃないですか。で、一流な人ってよく言われるんですけど、あのメタ認知といって、うん、自分を客観的に見る方法を、うん、知ってらっしゃるんですよね、はい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 、でそれを意図的にやる人がその要するに自分を磨くことができるし、うん、成長を促すことができるし対策を立てることができるんですって、うん、だから常に客観的に自分を見る、うん、その人だったりとかを置いておくんですって、うん、あ、それありますね。だから、はい、あの日本で恵子さんだりそうだし、あと他の方々にも何人かも多分見てくれっていうふうに言ってくれた人はいらっしゃったんじゃないかなと思う。いや、それはなんとなく私も学びましたね、うん、あの本当にあの主人が巡業でそっちいないと会社の中はもう半月ぐらいとか、はいはい、アメリカなんか行ってると1ヶ月がずるずるしちゃうぐらいやりますので、その会社で何が起きてるか分かんないわけですね。だからちゃんとスパイみたいなのがいる。スパイみたいに、スパイみたいな人がいたみたいです。それはしてまた誰とも言えますけど。さあ、そろそろもうお時間もね、いい時間になってきました。最後にね、やっぱりここはお聞きしておきたいんですよね。あの力道山先生が亡くなる時のお話ですね。力道山先生がこう、はい、暴漢に刺されます。暴力団の組員の中に刺されるんですよね。はい、そうですね。刺されます。で、赤坂でしたっけ。うん、赤坂のラテンコーダーって言いましたね、はい、そこはまあ、最初に私が出会いしたニュー、ね、ホテルニュージャパンですから、まあ、はいはい、ね、焼けて亡くなってしまったんですけども、うん、そのでラテンコーターで刺されたんですけど、はいはい、その前にちょっといきさつがありましてね、先ほど申し上げた、相撲の親方たちがお礼に来て、非常にお酒いっぱい飲んでご機嫌で、うん、あの夜の食事を死んでしようって、はい、赤坂の料亭で予約してあったもんですから、そこ行きまして、皆さんでまたそこで ご飯一緒になってみんなで、はいはい、仲良くやって、うん、その時にまあ、去年亡くなってデストロイヤさんも、ね、いらしてたんですね。そうなんですよね。デストロイヤさんがまあ後でも言ってましたけど、僕がラテンコーターまでくっついてったらあんなことさせなかったよねってもう毎回言ってるんですけどね。まあ、それもラテンコーターって言ったのもこれもなんか運命かなっていうのは、両親で終わって食事が終わって、じゃあ次遊びに行こう、まあ、もう一杯飲もうって言って、そのままコパカバーナーって赤坂にラテンコートの前にコパカバーナーっていう主人が大好きなお店があるんですが、はいはい、私もそこ何回か行きました、うんうんうん、コパがね、今デヴィ夫人のいらしてたところです。デヴィ夫人の、はい、そのコパが好きで、そこは割とこじんまりとしたとてもいいクラブなんですけど、ね、はいはい、そこはいっぱいだったんですね。で、私その時はしてたんです。コパはこれからコパ行きますって言ったら、うん、コパいっぱいなのでレアタンに移りましたってそのスタッフから電話あったんですよ、うん、はいはい、私もその時もお腹7ヶ月でしたのでね、あ、はいはい、行く時にお前も行くかって本当に言われたんですよ、はい、でも私はみんなに気を使わしちゃいけないから、うん、行きません、はい、帰ってしねえなんて言って、あ、なるほど、それで送ったんですよね。で、だから途中でスタッフの人からこれからラテンコーターを迎えますって言って、うん、そういう気だったんですね、はい、でコパがいっぱいだったんで、うん、ラテンコーター行ったそうです、うん、でラテンコーターでやって、その時にお手洗いへ主人が出かけた時に、うん、まあ、すれ違った相手が暴力団というか、うん、もうその頃大日本連合のそのチンピラって言われてた、うん、まあ、22、3歳のね、はいはい、で足を踏んだの踏まれあるので、まあ、主人がすごい酔っ払ってたもんだから、うんうん、バタバタっとその覆いかぶさったらしいですね。覆いかぶさったんでうわーってやられると思って、とっさにその、まあ、彼がその大の持ってた担当ですかね、持ってた合口をパーッと出したんです、うん、そこへバサッと、はい、倒れ込んだ感じ、ね、倒れ込んだなんです。それパートその入っちゃった、入っちゃった、で奥まで入りましたと、うん、いうのは、まあ、その裁判の証言ではそんな話もしてまして、うん、はい、それを見た人は誰もいないと、なんか何とも言えないと、でももちろん暴力団のあれだから、まあ、彼はね、まあ、支援で8年の刑を受けて、で私には申し訳ありませんって謝ってました。あ、まあ、出てきた時は謝りに行ったんです。いや、私が傍聴席で見てましたから、はい、向こうで出た時にね、こっちを見て申し訳ないっていう、まあ、辞儀はしてましたけど、まあ、やってしまったことを今たどり返しつかないんですけど、本当に後悔して
刑を受けたんだから、まあ、あとは何も私コメント言わなかったんですけどね。でその時にかぶさって、あの、ね、主人がまた大したことないと思って席に戻って、はい、俺を殺す連中は誰だ、あのチンピラとかそのトップがいると思うじゃないですか、ね、はい、誰がやったんだって言ってマイクで大騒ぎしたらしいです、はいはい、もうそのスタッフびっくりしちゃったから、もう先生もう大変です、もう病院行きましょう行きましょうって言って、うん、血だらけだったんですね。そうそうそう、うん、それで病院行った時に、うん、もう相手が相手だったんで、うん、主人は、まあ、言ってました後で、あのマスコミに一切これにしたいから、うん、内緒にしたいから、うん、一番僕の親友のいるあの山王病院の院長先生が親友だったんですね、うん、はいはい、そこ行ったらあそこは宮内庁御用達の、うん、そのあの参加だから、うん、そういう人たちは全部シャットアウトできるから、うん、山王病院でしっかり治そうということで、うん、山王病院行ったらしいんです、うん、で山王病院行って一応応急手当てをして一旦帰ってきたんです、うち、うん、で家に帰ってきまして、それが1時過ぎだったんですよね、はい、私もその時初めてどうしたのって言ったら、いやこういうわけでって、まあ、スタッフの人がいて、あ、そうだったの、大丈夫なのかしらって、うちの主人に帰ってきた途端にすぐに、お前親父に言うなよって言うんですよ。で親父に言うなよって、だって言わないとこんなびっくりしてた。それがあとすぐ分かったんですけど、はあはあ、そういうあのなんていうの、暴力団の関係の、はい、そういう組の人との、はい、あの構想の一人だったから、はい、うちの父は警察署長ですから、うん、もうすぐそれで、あ、そういうことなったら大騒ぎになったら大変だからと、うん、いうことで、はい、言うなよって言われて、まあ、そのすぐ分かりましたけどね。それでもうそのあの当時のオルポギとか、うん、あの連合の親分というかね、親方、うん、親分さんたちがもういらして、はい、あの本当土下座して謝って、私のそばで見て、うん、あ、何か私前にもお会いしてましたからね、もうそれでもう大変申し訳ないことをしたって、うん、もう本当に力さんが一生もう本当に後悔しますねなんて言って、あの大丈夫ですかみたいにやってました、うん、でその時はちょっと死ぬなんて誰も思ってませんからね、本当に申し訳ないって平山に謝って姿を見たんですね、うん、それからもうその時も院長先生も一緒だったもんですから、うん、院長先生がやっぱりもうちょっとカチッと見ないと、あのどんな内臓心配だから、はい、リキさん、もう一回もう病院戻ってください、はい、奥さん行ってくださいって言って、うん、もう病院戻ってくださいって言ったら、うん、あ、戻るよって言って、うん、で病院に戻って手術したんですね、うん、そしたら小腸をちょっと突き抜けた感じで、盲腸よりもちょっと大変な手術だったけども、うん、問題はありませんと、うん、ただご主人は内臓がとても疲れてらっしゃると、うん、もちろんそうでしょうね、1年の事業試合終わった後の、まあね、あの食事飲んでデストレアと4度2型目終わって、ね、大変な思いを浜松で最後の試合ですからそれ終わった後からの1日目ですからね、はいはい、ちょっと内臓が弱ってますねって言われてて、うん、あの十分あの気をつけてくださいって言われたのを覚えてるんですね、うん、あ、そうですか、いや、よかった、もうちょっと、もうちょいちょっと大変だったぐらいでした、うん、らしいですよ、なんて主人に言ったくらいなんですけどね、うん、で主人もすごい、あ、もうさっきもお話したように、あの神経質な方ですしね、うん、お医者さんの言うことはきちっと聞く人ですし、うん、もう早く治りたいって気持ちは誰よりもあったでしょうけども、まあ、私のお腹の子も心配してくれてね、うん、大丈夫かなんてね言ってくれて、うん、いや、それよりもあなたがちゃんと治らないじゃダメよみたいで、うん、まあ、3月の末に私が、まあ、生まれるっていうのをして、はいはい、同じ山王病院なんでその病院なんですけど、ね、見てもらってましたから、うん、で元気だったんですよ、で、もう水、確かに水飲みたい水飲みたい、もう、うん、あんだけお酒飲んだ後の手術ですからね、ものすごい喉が渇いてた、うん、で先生に聞いたら、もうだガスが出たらもういくら大丈夫ですからそれまで我慢しなさいって言われて、本人はもうちょっとまだガス出ない、ガス出ないなんて言いながら、うん、でそういう噂がまた周りに出てね、うん、そのお見舞いに持ってきたお花の花瓶の水を飲んじゃったとか、そう、ね、あのプロレススーパースターですね、花瓶の水を飲んじゃったってなってました、そうそうそう、スーパースターですビールをね、あんなところにビール持ってくる人がいないですよ、ね、サイダーっていう、うん、サイダーね、サイダーって話もありますね、でサイダー誰かに運ばしたとかね、そうそうそう、そのもううちの主人はものすごい神経質な人だし、うん、もう何にダメ、これ体にこれダメあれダメだったらもう絶対ダメ、うん、そうだからそんなことするわけないし、私一晩中隣に部屋を取っていただいて、はいはい、私も
すごく先生心配してくれて、赤ちゃんのね、うんうん、7ヶ月でしたから何かあったらいけないって、うん、隣の部屋でずっと寝泊まりして、うん、ずっと一緒に入院してたようなもん、あなるほど、隣で、ですから夜中もずっと看護師さんが2人もついてくれて、うん、面倒見ててくれました。なんか若手の方もなんかついてくれて、うん、そうです、若手の人もね、うん、あのボンちゃんからね、みんな猪木、うん、さんも顔出してくれてました、ね、うん、あの北沢さんとかも、あ北沢さんもそう、北沢さんと猪木さんと、それから吉野さん、あ、うん、吉野さんはね結婚して、あのちょうどね、あの病院の間に結婚式があって、それに本当に出るはずだったんですよ。12月のね、20日ぐらいか、じゃなくて、6日かなんか、うん、8日に刺されたんです、あのけどね、10日かなんか、10日か、12月8日ですか、8日に刺された。それで、ね、吉野沢さんがね、12、13日ぐらいにね、うん、あの結婚式なの、うん、で俺行けないからお前行けって私でそれで行ったんです、うん、で皆さんにご報告したんです、うん、もう言ってくれっていうか、結婚式にそんな主人のね病気の話したくないじゃないんですけど、吉野沢さんがぜひあの先生みんな心配してるから行ってくださいって言って、うん、いや先生あの元気でおりますので、うん、皆さんご心配したことのことございませんから、うん、元気です、今日は本当にね主人が変わってここにねお話したいのに私が出させていただきましたって言ってご挨拶した、はい、そしたらその足であの来たまんま、はいはい、あのまあの、お祝いのそうそう、あの、うん、羽織袴、はいはい、奥様あの角隠しだけ外してね、来たまんま車に乗って、はい、あの病院に店に来てくださった。あそれも感動だな。吉野沢さんびっくり、あのそういうとこきちっとやる方、でもいや奥さんあの伝えてくださったみたいな、僕は必ずあの店に行きますからって言って、それで病院まで来てくださったんですよ、はい、そしたらまあ先生の元気で、ああいやなんでわざわざ来てよかった、まあ、とか言ってね話してて、はいはい、それあの吉野沢さんもあ元気ですね大丈夫ですねそんな話してましたからね、まさかその一週ね何日間後にねまた再手術するような状態になったと思わなかったんでしょうけどね、再手術を2回したんでしたっけ。いや2回目、1回手術して、1回手術して再手術して、はい、再手術にその腸閉塞を起こしてきたもんですから、はいはい、それでもう一回見なくちゃいけないっていうんで、うん、第2回目の手術しますっていうから、うん、その時に主人はもうちょっと嫌な予感したんだと思いますね。あもうどんないい薬でもいい、金には糸目つけないって先生にちゃんと言ってくれっていうか、うん、もう大丈夫です全部言ってあるから大丈夫よって言って、うん、あの大丈夫だからって最後まであのスタルチャーで運ばれる時最後のまで行って、はいはい、であの手術室ある時に大丈夫よって言って店員に行って、うん、で行ったんですよ、うん、俺は死にたくないからもっともちろんね、うん、当然ですけどね、いやまだまだやりたいこともたくさんあったと思うんですよ、うん、だからもうそういう本人はだから死んだつもりいまだにないんじゃないかなと。いやなんかね私今お話聞いててその力道山先生のこう言葉を真似されるじゃないですか、なんか乗り移ってる感じここにいらっしゃるかもしれない、そうそうそう、なんか乗り移ってるような感じ、ケイさんと一緒にいらっしゃるかもしれない、そうそうそう、なんか口っぷりとかそういうのが、ね、乗り移ってる感じがしていやいやもうあの時のイメージがもう本当にね、ありますのでね、私もだんだんこうやって全部になってきました。いや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 よく言われてましたけどご主人似てきたわねっていうから、うん、そう目が細いとこなんかね私の笑うと似てるねって言われて、あのね、うん、これちょっと余談になるんですけど、はいはいはい、あのレスラーで、はい、あのブロマイドとかこういう写真撮るときにこうやってやって、はい、あ、はい、こうやってね、はい、笑顔で撮れてるのはねどこの世界でも主人だけなんです。あーあーベルト巻いてこうやって写真やりますよね。そうだっすね、あ確かに確かに、うん、でこういろいろとポスターでも必ずニコッと笑った写真を出してる、うん、確かに、ね、それだけども、うん、あのそれ言ってましたよ、あの俺は笑い声が一番かっこいい。ああ、なるほど、なるほど。それは言ってました、それは。でもなんか、なんかそういうその自分の良さをご存知というかね、その愛嬌がすごくあったような気がするんですよ、ね。まあね、ナルシストね、どっちかっていうと。ナルシスト。自己プロデュース力も終わりになった、もう自分がどこでかっこいいかとか、それから俺がどれが一番そのモテるっていうか、そのみんなに引きつけるかっていうの、確かにそうやってある方がそのレスリングすごい共通あのよく分かってる方が、それは世界中で本当にいろんなレスラーいるけど笑ってプロポーズとあのポーズ取ってるのは力さんしかいません。そうです、ね、確かにその通りで、その話は前にちらっと私その話じゃなくていつも笑ってニコッとしてるわねって言ったら、俺は顔笑う顔が一番かっこいいっていうの
言ってたもんですか、ああそれでねって私はそれで理解してたんですけども、その前にそういう方がそう言ってらっしゃいましたね。ケンさんもやっぱりニコッとした顔が一番好きでした。あ、そうそうそう、あ、あのやっぱり怒った顔はね、うん、なんかあんまり全然なんていうのかな、子供たちに叱ってる時の顔なんてもう本当に見たくなかったですね、うん、やっぱりね、子供お子さんたちにも手出すんですよね。あ、もうあの1年に2、3回やられたってよく言ってますからまとめてやられるんです。あ、そう、まあ、本当にいつも見てないから、あ、で、自分と一緒にいないでしょ。そのだけど私の方はもう一緒になった時は、うん、私も一緒に子供たちと一緒いましたからね、うん、今のみっちゃん、みつおさん、レスリングやった頃、うん、まだ中学生でしたから、あ、中学生、まだまだ可愛い坊やでしたからねだから、まあ、そういう意味で子供は大事にしてましたしね、うん、すごく、あ、そうそう、はい、それはとってもあのこれから子供たちを元気にね、うん、やんなくちゃいけないから自分のクラブ力で、うん、あのキャバレー、まあまあ、クラブやってたのをステーキハウスにして、うんうん、これからみんな肉食べなきゃダメだよとかね、うん、そういう奨励もしてましたしね、寄付もされてたりしてるんですよね。あ、そうです、もう子供のその応援をしてまして、うん、毎回あのレスリングあちこちの会場でね、うん、あの大会やったりするというか、必ず孤児院とか、あの頃やっぱり戦争孤児がいっぱいあったから孤児院とかそういうところに必ず寄付してました、うん、そういうのは、まあ、大っぴらに出ませんでしたけど、まあね、いろんな新聞はちょっと取り扱っていただいたみたいですけど、うん、そういう伝統は今でも受け継がれていますよね、うん、各地行くときに移動したりとか、なんかそういう文化を作られたのを力道さんですよ、うん、ですね、だからもう本当にあと東南アジア、うん、私とちょうど結婚した時にもう安心しちゃって、うん、東南アジアにこれからもその行って子供たちそのいっぱいね、その戦争でダメになったところを訪問したいってで計画してたんですよね、そのレスリングを東南アジアでこうやって広めていこうっていうことも言ってましたしね、うん、なんかそれもなんか猪木さんがあ、ちょっとね、そうそう、パキスタン行って、ね、そうそうそう、南なんか行かないようなところね、行って、もうそれも特にね、うん、まあ、本人は回ってましたし、その前のローマオリンピックの時も応援に行ってましたしね、うんうん、なんかすごくインターナショナルな感覚で、うん、その日本だけじゃなくって世界各地の子どもたちに応援しようっていう気持ちがなんか力道山先生そうですね、その頃やっぱりだ、うん、世界あの戦争終わった後で、うんうんうん、世界中がみんな死がれてね、まあ、アメリカだから景気よくやってた時代でしょうけども、うんうん、まあ、日本が一番敗戦で頑張らなくちゃいけない、それを見せることが世界にそのいわゆる発信できると思ったんじゃないですか、うんうんうん、負けたってこんだけ強いんだよっていうのね、うんうん、でまして自分は、まあ、昔は朝鮮半島の生まれですからね、あの頃は日本の領土だったから、うんうん、日本人としてのプライドもあるし、うんうん、もちろん朝鮮半島で生まれた韓国朝鮮人としてのプライドも持っていますでしょうからね、うん、まあ、そうですよね、それを両方頑張ってあの言ってましたけど、まあ、私なんかもうちの父からも小さい時から教育されてるんですけど、うん、どんな国でもね、はい、どんな国でも何人でも関係ないと、いいやつ悪いやつはどこにもいるんだから、うん、その何人だかどうのあそこはどこだからダメだっていうことじゃなくて、あの付き合っていかなくちゃダメだよってよく言われてましたから、うん、なんかあの私ね、うん、あの先ほど、まあ、この収録前にねお話をさせていただいて思ったのは、力道山先生もこうやって子どもたち世界中の子どもたちを応援しよう、はい、で今お話あったようにその人はその国じゃなくてね、うん、そのどこの国行ったって子どもたち達成しなきゃいけない、人と仲良くしなきゃいけないっていう思いを持ってそう育ってきたわけじゃないですか、多分そういうところの人間性とか価値観が、うん、なんかお互い引き寄せあったんじゃないですか、もしかしたら。いや、本当にそういうなんか世界的なっていうか、そんな偉そうなこと言うわけじゃないんですけど、まあ私も学生の頃から青少年赤十字団に入ってて、いろいろ訪問やったりなんかした経験もありますし、いろんな意味で世界中見たいなと思って、まあ、日本国に入ったようなこともありますのでね、そういう思いはすごくどっかでね、とても一致するところありましたね。で、私は女房になるから料理少し覚えなくちゃいけない、料理教室行かなくちゃいけないかしらさ、料理なんか覚えなくていいって言われた他の人が作ってくれてあのちゃんと料理ね、一番いい料理なるほど、料理人をちゃんと呼ぶから料理なんか覚えなくて、ただ味を覚えててくれっていう感じだから、つってもういい場所の、あ、ここはいいよ、これが美味しい、ここは何が美味しい、ここの風が何、ここね、だからもうあの当時大倉の一番美味しいとこもらったり、海外行っても一番美味しいとこ行ってもらったり、そういうことはありましたから、あのなんていうのかな、普通の女房とはちょっと違った
形で、まあ、あのおば俺はそばについててくればいいんだよって言われたんだと思うんですけどね、うん、スケールだね、お二人ともね、そう、地球規模だ、そう、地球規模だし、運命だった気がしますね、今お話伺ってるのね、そうね、うん、でね、運命の二人だ、それこそ一流だなっていう感じ、超一流、そう、超一流、そう、超一流、いや、私なんかもう全然もう、うん、本当にね、もうちょっとね、いろんなことを勉強してからだったら、こんなに早く主人に行かれてしまうとは思いませんからね、もっと勉強しなきゃいけない、今ちょっとそれだけは後悔してますね、いやいや、これからもこういうね、そう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 、また、まあ、私ね、そう、今お話聞いてすごく思ったのは、うん、力道山先生の経済学とか、うん、力道山先生の教育論とか、うん、そういうね、なんかちょっとね、あのそういう観点で、観点で、そうお話っていうか本が書けると、うん、ね、私あのなんか昔ながらの教育がの良さというかな、うん、もうリーダーの良さとか、うん、いうのが伝わるなって、うん、先ほどあの人それぞれ違うじゃないですか、それ、その自分たちのお弟子さんたちがその性格や価値観によって教え方を変えていたっておっしゃってましたよね。そうなんです、うん、だからそれがね、本当に素晴らしいなと思った、うん、それとあとどんなにその、まあ、給料は少なくても君たちを一生僕は面倒見るからっていうことを約束してたわけですよね、それじゃあそれがなんかそういうものがあるのかって言ったら、その当時ですでにレストランをやりながらあのゴルフ場開発、うん、てか、うん、油壺に土地買って、なぜ油壺にこんなすごい土地買ったんですかって言ったら、油壺マリーナのこれからみんなが海って船使って、うん、船を乗ってね遊ぶ仕事、あるいはそれから箱根にはね、あのボートをやって、さあそこ温泉が出るからあそこも買って、うん、でとりあえず赤坂をラスベガスみたいにしたり、うん、赤坂に土地が開けば土地買ってたんですよね、うん、で渋谷はなぜ諦めたかというと、うん、あそこは、ね、あの当時東京の後藤慶太さんがいた、ああ後藤慶太さんが、後藤慶太さんも大変尊敬してたらしいです、ああなるほど、そこには手を出せないと、そこには手を出せないという形で、もう俺は赤坂に決めたって言って、赤坂を始めたみたいですね、なるほどなるほど、はい、だからそのレスラーがレスリングできなくなった時のことも考えて、そうですそうです、一生面倒見るぞっていう話ですよね、だからそういうところで、うん、お前たち怪我したり、うん、他のところで止めようったって誰も雇ってくれないよと、うん、でもねゴルフ場行って芝の管理したり、あのね、ハウスの管理したり、それからいろんなあれの、仕事した方がいいだろうと言って、あそうですねって、それはやれますねなんて言って、そしたらもう一生食べていけるから、それをやるために俺は一生懸命こうやって事業してるんだよっていうことで、そのみんなを言うわけですよ、レスリングやってなんでそんな事業するんですかって、社員はお金を思うわけですよ ね、 ね、それ分かってなければ、ね、お金ここまで借金してる、うん、ね、うん、そうそうそう、使うなってなっもうね、亡くなった時の借金の話書いてましたけど、大変な話ですよね、もう落ち取られちゃう、落ち取られちゃうしね、だから私それでその意味は分かったんですけど、もう私が最初なんでそんなまでたくさん、いや、あと3年頑張る、3年、4年かななんて言ってたんです、うん、でそれになったらそういうきちっと借金、もう借り物借りたり、いろんな人も全部終わって、である程度今度は収入入るような場面になってくるから、それまでは俺はレスラーは辞められないと、確かにそうですね、ワンシーズンで 2,3,000 万、あの頃スポンサー料から放映権からいろいろ計算すると 2,3,000 万の金が入ってたそうです、それを全部事業に突き込んでたわけですよね、皆さんに給料上げて、もちろん上げてはいたんでしょうけど、まあ少しばっかりだったでしょうから、外国の選手来るときは、外国の選手はものすごいギア高かったです、それは私も当時知ってましたね、亡くなった時にね、金庫に奥さん、お金ありますかって言われて、亡くなった時一銭もなかったんですそれで、何もないんですけどって、で金庫見たのね、金庫開けてみたら、あ、ドルがすごいあるけど、このドルはどうしたの、どう使えるのかしらって言ったあ、よかった、奥さん、そのドルはですね、デスレアさんちみんなギャラで渡す、はいはい、まあ、今はこんなことやられてるし、闇ドルですね、あ、闇ドルですか、うん、もういっぱい貯めてたみたいです、それを全部ギャラで払って、でそれでみんなさ返したんですね、返してね、もうゼロで、
いや何もないのお正月だって迎えましょうって言って、うん、まあお正月どころじゃなかったですから私はそんな頭なかったんですから、ね、すごく大変だったと思うんですけどこれはあっけらかんとねそう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 あのしゃね語っていただけるケイコさんすごいですよすごいすごいもうやっぱり力道山の妻ですよ本当にすごい本当に思いますねもう今の話とかねもう本当に大変だったと思うんですよねもうねあのファンの人たちはみんな知りたい話ばっかりですかすごい私もね本当にもうちょっと勉強してねもうただ子供生まれた時にこの子を育てなくちゃいけない頑張ってね一人生まれたんだから主人のかねすごく望んでた子なのにと思ってそれで頑張ってやっててある日気がついたらね借金だらけだったと思っただけなんですけど、ね、本当にもうでもなんかあの力道山先生の話を聞いてるとこう何か獲得するためにその周りを固めていく人脈を作っていく、うんうん、もうなんか ある種その、まあ、我々の世界でいうとまさにねその一流のリーダーシップ、うんうん、要するに開拓者、うん、新しいことに挑戦する人、うん、でも形にちゃんとする人、うん、いやだから私今だから言いましたけど力道山の経済学教育論、うん、力道山のリーダーシップなんて本が出ると、うんね、ちょっと今風で力道山先生のこと忘れられないそんな本になるかなってちょっと思いました、うんうんまあね、そうなるとね嬉しいですね私はもう本当に、ね、若い人にねその読んでいただいて、うん、その力道山がどういう人というよりも、うん、そのなんていうのかなその魂ね、うん、その絶対に最後まで諦めるなって読んでよくネバーギブアップってよく言うんですけど、はい諦めずに、うん、じゃあそれ、ね、諦めないためにどうしたらいいのって言ったらやっぱり勇気持って実践して努力しなきゃダメだし、はい、それでその結果がそういう形になって現れるんだよって言って、うんうん、私もよくね結婚一番何が必要なんでしょうってあの記者の人に言われてたんですね、はいいや結婚生活なんて努力努力努力愛情なんて愛情あってから結婚するんだろ愛なんて二の次みたいな感じいやでもそれはなんか私も結婚しますからそう分かる気がしますわかる気がしますそれは知らない者同士が結婚するんだからそうですよね他人が結婚しますからね、うん、努力以外何もないんだよ、ね、そうそうそう分かる感じがする記者の人愛じゃないんですかって、ね、愛がなくて結婚するかなんて思い名言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 ばっかりそれであそうですねって言ってましたねはいというわけでもうね本当にまだまだお話聞きたいことはたくさんあるんですけどももうそろそろねお開きにしたいなと思いますね、はい、柴田さんよろしいですか、はい、もう最高です ね, 本当にね今日ネクタイ力道山先生そうですよもう、ね、あご社会に1本びっくりしました本当ですかあのプレゼントしていただいてそうなんですってすごいですよかっこいい、ね、あのこれこういうの作って終わりになった方が商売しよう一緒にやる一緒にやる一緒にぜひですね、これあのいやもうね柴田さんのいろいろね、もうあのしトスポいた頃からあトスポいた頃からお世話になりました、ね、本当にはいということで本当に今日はありがとうございましたありがとうございましたもう本当に素敵な話ばっかりで、はい、足らないとこいっぱいあったと思いますけどそんなございませんもう本当に力道山先生のその一流さというか、うん、超一流さですねいやもうスケールが違う超一流スケールが全く違いますね本当にあの今の若い人にねあこういう昭和にいた人がいたからどんな人かなって、うん、その思ってくれるだけでもいいと思ってますのでいはいいやこれ本当にこれをよくいやもう一度ご紹介しましょうかねこのぜひ買ってください、今こそジャパンに力道山はい、ね、勇気と、ね、元気と、はい、そしてもうねあのいろんな復興を兼ねてまあ戦争の復興じゃなくて今回はもう災害の復興ですもんね、うん、そうです ね, はいもうほん世界中に勇気と元気をって感じですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはいということで本日もありがとうございましたじゃあ最後に行きますよプロレス大好き大集合プロレス大好き大集合ありがとうございましたありがとうございました決めろよサブミッション